愛知教育大学は愛知県刈谷市伊賀谷町広沢市に本部を置く日本の国立大学である。1949年に設置された。大学の略称は愛兄弟。愛知第一師範学校、愛知第二師範学校、愛知青年師範学校を母体として、1949年に新生大学の愛知学芸大学として設置された。初大学長は、 物理学者の内藤三郎。1966年に愛知教育大学に改称された。愛知学芸大学発足にあたって、豊川市に豊川文庫、名古屋市に名古屋文庫が、安城市に安城文庫が設置され、豊川文庫は岡崎市に移転の後、本部が設置された。また、安城文庫は高知を名古屋大学農学部に譲って本部に統合された。 発足時は、岡崎高等市範学校との統合も検討されたが、市範学校と高等市範学校の交付の違いなどから、岡崎高等市範学校は、名古屋大学との統合を選択した。岡崎市と名古屋市の間では、ことあるごとに、期間の誘致合戦が起こる状態だった。大学側は1965年、ついに付属学校を除く、全期間を、 統合移転することを決定1966年、移転先は、漁師の中間に位置する狩屋市、伊賀屋町とする旨が発表される。漁師からは反発が大きかったが、1970年には完了した。現在、岡崎市には、付属小学校、愛知教育大学付属岡崎中学校、愛知教育大学付属特別支援学校が、名古屋市には、 付属小学校、愛知教育大学附属名古屋中学校、愛知教育大学附属幼稚園が残るのみである。この影響で、愛知教育大学附属高等学校も、大学と敷地を共有する形で、刈谷市に置かれている。刈谷市統合後、岡崎の旧本部キャンパスは、大学共同利用機関法人自然科学研究機構の3研究所。 旧名古屋文工キャンパスは、名古屋大学、広行キャンパスに転用された。2020年4月1日、副学長の野田敦則が、学長に就任した。本部棟広場と、行動美術第一実習棟第一共通棟第一共通棟と、情報処理センタープール学部大学院、特別専攻科教育研究組織付属機関付属、図書館愛知 教育大学附属高等学校大学祭、実行委員会により、例年5月の平日3日間と、土日2日間、合計5日間にかけて開催されている。スポ祭り、ミニゲーム、ステージ発表、夜祭り、目玉企画などの企画がある。子ども祭り実行委員会により、例年5月と12月の土日2日間にかけて、それぞれ開催されている。主に教員を目指す。 本大学生と周辺地域の小学生を対象に学生と子供が触れ合う機会を提供することを目的としている。秋の祭典実行委員会により例年11月の土日2日間にかけて開催されている。通称、秋祭り、スポ祭り、ミニゲーム、ステージ発表などの企画がある。 2003年度卒業式大学施設は愛知県刈谷市のキャンパスに集約されている。近くに鉄道駅はない。最寄りバス停は名鉄バスの愛知教育大前バス停であり、JR 東海道本線、名鉄三河線刈谷駅、名鉄名古屋本線、三河線地立駅、名鉄名古屋本線藤松駅、名鉄豊田線日清駅から運行されている。 自動車通学も可能であるが、一年生は原則不可。ありがとうございます。